この会場を目いっぱい盛り上げていきたいと思います。踊らせていただくのは南中ソーラン神丼ぶっちゃけてシャケサンバです。1曲目は金八先生でおなじみの南中ソーラン、変化するフォーメーションにもご注目ください。2曲目は神丼、地名がいろいろ出てきます。3曲目はぶっちゃけて壁をぶち壊すという意味のぶっちゃけて、お客様との壁を越えて踊り子が皆さんの近くまで迫る踊りです。皆様を引き込んでいきますよ。そして最後の曲シャケサンバでは、軽快なサンバ調のリズムに乗って踊り子がシャケになり弾けます。シャケのポーズはとっても簡単ですから、皆さんぜひ踊り子の真似をして一緒に踊ってくださると嬉しいです。